ラーシュ・ソービエ・クリステンセン、ラーシュ・ソービエ・クリステンセンは、ノルウェーの作家。オスロ郊外のシーレ・ハイググで育ったが、長年北部のソルトランに座獣した。両方とも、彼の創作活動に、大きな影響を及ぼしている。現在は、オスロの学生街であるブリンデルンに暮らす。デンマークのハーフで、デンマークの市民権を得ている。大学で、文学、ノルウェー語、美術史。 思想史を学ぶ。1976年に、諸女詞集、ヒストリアン・オウム・グライを発表し、同年の、ダリエベース・オース新人賞を受賞。多くの詩や戯曲、脚本を表したが、中でも、小説で知られる。1977年のアマトレン以降、ビートルズやハベブロウロンを表した。ハーマン、グッテン・ソンビル・ビア・エン・エイ・ィ・グッタ、マスコ・ブロムスト・ファミリアン、マダランなども知られる。 バンド、ノルシュートフルクトに、1993年から4編の詩を提供している。2006年10月24日に、オーラブ勲章。2008年に、フランス政府から、芸術文化勲章を受勲。ノルウェー言語学、文学アカデミー会員。ありがとうございます。